つまみやめてお酒だけにしようかな。え、ひくちゃんがカロリー気にしてんの？食べながらじゃないと悪酔いしますよ。でもな、でもな。それ NG。 お酒を飲む時の基本、酔いの周りを緩やかにするために食べながらゆっくりお酒を楽しみましょう。お酒を飲む時はお酒以外の水分摂取を忘れずに。アルコール度数の高いお酒は水や炭酸水で薄めて楽しみましょう。毎日の飲酒は体に負担がかかります。週に2日は休肝日。美味しい食事と一緒に飲む。何事もほどほどにですね。食事と一緒ならお酒も美味しく楽しめるもんね。休肝日を作って肝臓にも気を使おう。基本を参考に楽しもうね。